それでは記者会見を行います本日未明安倍自公政権による戦争法の強行という事態が起こりましたこれは戦後最悪の違憲立法です同時にこれに反対する新しい国民運動が空前の規模で起こってきていますまあそういう新しい局面に立って 日本共産党として国民の皆さんへの呼びかけという形で戦いの基本方向を示す必要があると考えました、まあ、重要な問題提起方針提起になりますのできょう午後1時から緊急の第4回委員会総会を開いて、えー、方針を議論し全会一致で方針を決定いたしました 広く国民への,の皆さんへの呼びかけをです、ね、私の提案という形で今日発表させていただきますで文章でお配りしたとおりでありますが、えー、提案に即して、えー、冒頭説明させていただきたいと思いますまずあの提案の全文で 今日未明行われたあ安倍自公政権による安保法制、戦争法の強行に、満身の怒りを込めて、えー、強くこれをに抗議するという意思があ表明しております。同時にですねあの、戦いの希望が見えてきたということも強調しております。 戦争法案の廃案を求めて国民一人一人が主権者として自覚的主体的に自発的に声を上げ立ち上がるという戦後かつてない新しい国民運動が広がっている、まあ、昨日も未明まで国会を取り巻いて多くの若い方々が声を上げましたこれは戦後かつてない新しい 国民運動であって日本の未来にとっての大きな希望だと私たちは考えております。それともう一点、このこうした国民の声、あの国民の運動に応えて、えー、野党が結束して法案成立措置のために戦ったことも大きな意義を持つものだと考えます。あの今回の通常国会では。 まあ戦争法案との関係で衆議院段階で2回参議院段階で3回の野党党首会談が行われえ強引な採決に反対するあるいは共同して成立を阻止するこういう重要な一点を確認し最後まで結束して戦いましたそして昨日朝9時からの、えー、後党党首会談では、えー、野党が一致して えー、不信任案、問責決議案を提起するということを確認するとともに、もう一点、この法案の規数がどうなろうとも、今後もこの間の積み重ね、共闘の積み重ねを踏まえて、えー、野党共闘を発展させる、特にいい憲法の平和主義、立憲主義、民主主義、これを守るという立場で、 野党共闘を発展させるということも、昨日の党首会談で合意を得たということは、大変重要なことだと考えております。そういう国民運動の大きな発展、そして野党共闘の発展、でこれを踏まえて、今回の呼びかけを作成させていただきました。そしてあのこの戦いというのは、あ与党の応募によって、止まるものでは決してありません。 逆に、今回の与党の暴挙は、国民的な戦いの発展を促さざるを得ないだろうと、私たちは考えております。そういうことを踏まえて、3点の呼びかけを国民の皆さんに、今回、私たち、していきたいと考えます。第戦戦争法法安安保法制ををを廃止し安倍政権を打倒する戦いを さらに発展させようということでありますあの戦争法安保法制は政府与党の数の暴力で成立させられたからといってそれを許したままにしておくことは絶対にできないものだと考えておりますで今日の提案では三、えー、点にわたってそのことを述べています第一の点は 憲法の平和主義を壊す違憲立法だということです私の提案では何よりも戦争法は日本国憲法に真っ向から背く違憲立法です戦争法に盛り込まれた戦闘地域での兵団戦乱が続く地域での治安活動米軍防護の武器使用そして集団的自衛権行使そのどれもが自衛隊の海外での武力行使に道を開く 憲法九条の蹂躙であるとこう述べ日本日本の平和と国民の命を危険にさらすこのような法律を一国たりとも放出するわけにいかないということを訴えております第4点は立憲主義の破壊という点ですで戦争法に対して圧倒的多数の憲法学者歴代の内閣法制局長官そして最高裁長官を務められた方 もう一致して、憲法違反と断ずる状況が生まれまれしたでこのような重大なですね違憲立法が存続するということになりますと、立憲主義、民主主義、法の支配、これがですね、つまり、我が国の存立の度合いが根底から覆されることになりかねない、すなわちですね、えー、法治主義が壊される、法の支配が壊されるということは、これは独裁政治への道であります。 これは一刻もそういう点でこの法律をえ存続させるわけにいかない立憲主義という点からも存続させるわけにいかないというのが第2の点です第三の点は国民主権の民主主義を破壊するものだということです安倍首相は国会の多数での議決だからこれは民主主義だと繰り返したわけでありますが昨年の総選挙で自民党は獲得した 比例代表の得票率というのは有権者比で17%です。6割以上の国民が今国会での成立を反対と訴えたこの法案をですね、たった17%の支持しか得ていない、政権党が強行する権利はない。これは本当にあの国民主権の民主主義という見地から見ても、法律の正当性を欠くと、 いうことを言わなければなりません。国民主権の民主主義という日本国憲法の一番の根幹を崩すものだと。このですね、平和主義の破壊、立憲主義の破壊、そして民主主義の破壊。この三つの点で、戦争法は、こう、一刻も早く。これは廃止しなければならない。こう、私たちは考えております。で、この、私の、提案では、次のように呼びかけています。 憲法違反の戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義を取り戻す新たな戦いを起こそうでありませんか、安倍政権打倒の戦いをさらに発展させようでありませんかと訴えております。第二の点であります。それは、戦争法を廃止で一致する政党団体個人が共同して、 国民連合政府を作ろうという呼びかけです。憲法違反の戦争法を廃止するためにはどうしたらいいか。衆議院と参議院の選挙で廃止に賛成する政治勢力が多数を占め、国会で廃止の議決を行うことが、これ不可欠です。ただ、同時にそれだけでは足りません。同時に7月1日、昨年7月1日の 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回しなければならない、これはどうしても必要になります。この閣議決定が残っておりますと、まさに自衛隊の海外での武力行使を根っこの部分が残っている、これを撤回しないと根が立てないわけですね。ですから、この2つの仕事を確実にやり遂げる必要があります。 戦争法の廃止と閣議決定の撤回と、2つの仕事を確実にやり遂げる必要がある、それを考えましたらね、安倍政権を退陣に追い込み、これらの課題を実行する政府を作ることが、どうしても必要になってきます。でこれは私どもの主張にとどまらず、えー、広く今、起こっている主張であります。 東京新聞の2日前のインタビューで、憲法学者の長谷部康夫さんがこうおっしゃっています、えー。これからどう戦っていくか、最後は政権を変えるしかないと思う、今回の安保法制を廃止する法案を提出して成立させるだけではだめで、集団的自衛権行使を容認した閣議決定を間違っていたと元に戻してもらわないといけない。 おかしな政権を倒さないといけないいいとけ政権を変えるしかない、これは必要なんだということをおっしゃっていますが、私たちも全く同感であります。この,実この課題を実行する政権を作る必要があります。で私たちは今回の提案で、次のように呼びかけております。戦争法を廃止立憲主義を取り戻すすこの一一点で一致する 全ての政党団体個人が共同して、戦争法安保法制廃止の国民連合政府を樹立しようでありませんか、この旗印を高く掲げて、安倍政権を追い詰め、速やかな衆議院の解散・総選挙を勝ち取ろうでありませんか、このように呼びかけております。戦争法廃止立憲主義を取り戻すこのの一点での 国民連合政府をつくろう、そのために安倍政権を追い詰めて、一刻も早い解散・総選挙を勝ち取ろうという呼びかけをしております。で、あのその後にのパラグラフは、この連合政府の任務および征服について述べていますで。この連合政府の任務は、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、戦争法を廃止し、 日本の政次にそのこの連合政府の性格付けでありますがこの連合政府というのは戦争法の廃止と立憲主義を取り戻すという一点での合意を基礎にした政権ですからその性格は当然暫定的なものになります私たちはの戦争法廃止という任務を実現した時点で その先の日本の進路については解散総選挙を行い国民の審判を踏まえて選択すべきだと考えておりますその上で次のパラガルグラフでありますが野党間の協力をどう進めるかの基本的な考え方を記してありますで、野党間には日米安保条約への態度をはじめ国政の諸問題でも政策的な違いが存在します これ存在すすることは確かですしかしそうした違いはあってもそれは互いに留保凍結して憲法違反の戦争法を廃止し立憲主義の秩序を回復するという緊急重大な任務で大同団結しようというのが私たちの今回の提案でありますさまざまな国政上の立場の違いがあってもそれは横において互いにいい 凍結して、えー、戦争法を廃止し立憲主義の秩序を回復するこの大問題で大同団結しようじゃないかという提案ですそしてあのその他の国政上の課題をどう解決するかと私たちはこの緊急重大な任務での大同団結が図れるならば当面するその他の国政上の問題についてもあの相違点は横に置き 一地点で合意形成えかすその点で一つ、私たちが重要だと考えているのは、野党5党の間で、えー、安倍政権打倒という点では政治的な合意があるわけですね。安倍政権打倒という立場で、内閣審議案を提出したわけですから、安倍政権を退陣に追い込むと、これは野党5党で政治的な合意があるわけです。ですから 安倍政権がやっているさまざまな国民の民意に背くいろんな暴走、これを止めるという点では、いろいろな政治的な合意が、いや一点が形成しているのではないかと、私は考えております。最後に、この講で、この連合政府の政治的な意義について、次のように述べています。この連合政府の任務は限られたものですが、この政府の下で、 日本国憲法の精神に即した新しい政治への一歩が踏み出されるならば、それは主権者である国民が、文字通り国民自身の力で国政を動かすという一大総挙となり、日本の政治の新しい局面を開くことになることは疑いありません。あの先ほど、この連合政府の任務はあ限定的なもので、暫定的なものだと言いましたが、ししそれは決して、えー、小さな問題じゃありません。 戦争を廃止し立憲主義を取り戻すというのは日本の政治の一番心臓部根幹の問題ですですから一番心臓部根幹の問題でもし国民の声に即して政権が作られそして政治を転換するってことに踏み出すならばこれ大きな創挙としてまた新しい政治の展開がそこから始まってくるというものとしてですね、これを私たちぜひ 実現を図るために努力をしたいと考えております第三の呼びかけはこの戦争法廃止の国民連合政府で一致する野党が国政選挙で選挙協力を行おうという呼びかけでありますあの来たるべき国政選挙衆議院選挙と参議院選挙で戦争法廃止をかける勢力が多数を占め えー、連合政府を実現するためには、えー、野党間の選挙協力が不可欠になってまいります。私たちはこれまではですね、えー、選挙、国政選挙での野党間の選挙協力を行うためには、選挙協力の意思とともに、国政上の基本問題での一致が必要となるという態度を取ってきました。ただ同時に 昨年の総選挙の沖縄1区、2区、3区、4区の小選挙区選挙で実施したように、米軍新基地建設反対を掲げて選挙力をやったわけでありますが、国民的な大義が明瞭になった場合には、政策的違いがあったとしても、それを横に置いて柔軟に対応するということも、この間、実行してまいりました。沖縄でそれを踏み出したわけであります。 沖縄では保守革新の垣根を越えた選挙協闘をやりましたですから一番大きな違いは日米安保条約に対する違いですで日米安保条約肯定される保守の方とも私たち日米安保条約廃棄の立場ですが協力したわけですね横において協力したしっかりしかししっかりとした協力ができたなぜならば沖縄にはまさに国民的大義県民的大義これは明瞭だったからですそれじゃあ国政ではどうか 今、私たちが直面している戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義と民主主義を取り戻すという課題はですね、文字通りの国民的な大義を持った課題だと思います。ですから、そういう状況を踏まえて、あの私のお提案では次のように、えー、表明しました。 日本共産党は戦争法廃止の国民連合政府をつくるという国民的大義で一致するすべての野党が、まあ、来るべき国政選挙で選挙協力を行うことを心から呼びかけますそして党としてその実現のために誠実に力を尽くす決意も表明したいと思います こういう立場で選挙にも望んでいきたいこう思いますで提案の最後は国民の皆さんへの呼びかけですがこれを見上げてあの最初の発言にしたいと思いますこの間の戦争法案に反対する新しい国民運動の歴史的公表は戦後70年を経て日本国憲法の理念民主主義の理念が 日本国民の中にに深く定着ししし豊かに成熟しつつあることを示しています国民一人一人が、主権者としての力を行使して、希望ある日本の未来を開こうではありませんか。すべての政党団体個人が、思想、信条の違い、政治的立場の違いを乗り越えて力を合わせ、安倍自公政権を退場させ、立憲主義、平和主義、民主主義を貫く新しい政治をつくろうではありませんか。こういういで 結んでおりますこの3点でのぜひ、えー、大きな国民的共同をつくっていきたい第1点は戦争法廃止立憲主義を安倍,安倍内閣打倒の戦いをさらに発展させるということ第2点は戦争法廃止で一致する政,政党団体個人が共同して国民連合政府をつくろうということそして第3点は戦争廃止の 国民連合政府で一致する野党が国政選挙で選挙協力を行おうとこの3点の呼びかけでを今日、中地方委員会で確認しそしてあのぜひ、こういうこの立場に立って、えー、地方段階でも、まあ、地方の段階でもあ各会の方々にあるいはあ地方段階では政党団体個人の皆さんに 私たちの考えをお伝えし、まあ胸襟を開いた話し合い、そして合意形成に努めたいと思っております。以上です。はい。それではあの今から質問をお受けしたいと思います。マイクを回しますので挙手でお願いします。その際あの社名お名前をおっしゃってください。それではあのどこからでも結構ですから。 毎日新聞のところですが、はい、えとこの枠組みは、えー、党首会談をした5党1会派の枠組みを基本とするというお考えでいいのかということとおその際、えーまあ、例えばその 5, 5党の中には維新など仮に大阪系が抜けたとしてももしかしてこ,のこういった考えにはちょっと慎重になるかもしれない党ってあると思うんですがそこは5党 で一致できるっていう見通しがあるのかどう、どうなのかということを。をあの、今回の呼びかけは、あの、政党団体個人に、の方々に広く呼びかけるというものです。で、政党として念頭に私どもを置いているのは、やはり野党共闘を積み重ねてきた。あの、五党、そして参議院段階で一会派。あの、この方々に、私どもの考えをお伝えし。 協力をあの呼びかけてていいきたいと思っておりますで維新の党のお話がされましたが、維新の党もう党として、えー、野党共闘に最後まで、えー、一緒に結束して戦ったわけですね。ですから当然あの、維新の党の皆様にも、私どもの考えをお伝えしたいと思っております。はい 共闘を呼びかける上でです、ね、民主と維新が、共闘を呼びかける上で、民主と維新があ会期後にです、ねえーまあ、今後の政策であるとか、選挙の調整について、協議台を,を作るという話で一致してますけれども、例えばそこにあの共産党も入って、一緒に協議していくという,うお考えもあるんでしょうか。うん、これはあの民主党さんと 維新の党さんがああさまざまな。ああ連携や協力について。あの話し合うのは二党の問題だと思うんですね。で私ともまずはですね。あそれぞれの党に。それぞれ。お話をさせていただきたいと思っております。その結果としてまたその先がどうなるかというのは。今の段階でなかなか言えません。はい。はいじゃあ N. H. K. さん。 NHK の岡です。2点お伺いしたいんですけれどもこれはの連合政府ということで、まあ、あの連立政権を想定されている言葉だと思うんですけれどもこれはその戦争法安全保障法案をその廃止撤回させるためにはその連立政権じゃないといけないというようなお考えなんでしょうか例えばその連立政権を組まなくてもこの法案撤回に関しては あの協力していくという条件では選挙協力はできないということなんでしょうか。で二点目がですねすみません選挙協力の中身なんですけれどもこれあの候補者調整などを想定されているのかそれともあの実際に選挙の協力統一候補ということまで考えられているのかこれ二点お伺いしたいと思います。あの私たち戦争法の廃止とおお。 立憲主義民主主義を取り戻すということをあのが必要だというのが私たちの考えです。でそれをやろうと思いましたらねあの政権が必要かというあのお話がありましたがやはり政権を変えてそれを実行する政府を作らないとこれは実際にはできないと。で、まあ、あ理屈の上で,ではですね戦争法に反対する勢力が衆参で多数を占めて廃止法案を出せば 法ななくなるかもしれないしかし閣議決定は残るわけですよ閣議決定をが残る限り海外で戦争する国づくりの火種はずっと残りっぱなしなんですね。でここまでねあのきちんと撤回するというふうにしませんとねこれは本当の意味で日本に立憲主義を回復する立憲的秩序を回復するということにならない。これはあの 先ほど紹介しした長谷部康夫さんんがおっしゃっゃてる通りだと思うんですよで,ですから戦争を廃止するっていうだけでは足らない閣議決定も撤回してここまでゆめられたねあの憲法解釈を少なくとも前の段階に戻すということ抜きに日本の立憲的秩序は回復できないとそのためには政府を作らなければできませんだから政府を作ることはどうしても必要だということで 私、今度の,あの構想はあの、まさに戦争法に廃止し、立憲主義を取り戻すという一点での国民連合政府を作ろうと、まあ、政権構想の提唱だということに一番の要がございます。それから選挙協力の在り方ですが、これはねあの、どういう協力になるかというのは、あのこれは相手のあることなんで、 あの今なかなかそこまでね踏み込んであの具体的な形態をどこどこどうするとか、えー、あるいはどうするこうするっていうね具体的なところまであの言うのは難しいと思います。でやっぱり選挙協力やる上ではね先ほど言ったようにまず戦争法を廃止して立憲主義を取り戻すって政治的合意が必要ですしその合意に立って政権を一緒に作ろうと。 政権合意もこれ私は必要だと思っておりますもうその一点で合意した勢力で選挙協力やろうじゃないかと、その一点で合意できましたらね、いろんな形での選挙協力がこれ、可能になってくると思いますが、その形態はね、今あの言うのはちょっと早いんじゃないかと、選挙協力ですから、まさにあのいろんな可能性があるわけですね、これは。 ちょっと一点だけ感じてたんですけれども、参議院選挙と衆議院選挙の選挙協力ということなんですけれども、これはもう早ければ来年の参議院選挙での協力を目指していくという理解でいいんでしょうかもちろんそうです。そして総選挙も、要求する以上は総選挙、そして参議院選挙での選挙協力をやろうと、そのために真剣に対応したいと思っております。 毎日さんどうぞすませんあの実,実務的な点も含めてなんですが、えー、とその5党1会派への呼びかけはいついつ頃からしたいかという点と、まあ、話し合いが仮に始まったとしたら、合意形成をいつうを目処に、まあ、目指したいかという点、時期の点ですね。 それと先ほどあった選挙協力について幹部の会見で基本的に参院選で全選挙区に候補を立てたいという方針を従来は示していたのでそこは候補を立てない相手の政党のことを考えて共産党独自候補を立てないということも否定しないというかそういう姿勢で臨むのかという点の確認をさせていただきたいのとあと最後に3点目が。 民主党側とこの,あの構想の一端について、すでに話し合ったりしたことはあるのかという点ですねはいあのいつかということですありますが、あの今日中央委員会で決定したばかりですので、可及的速やかに各党に私たちの立場をお伝えしたい、また各団体個人にも広くお伝えしていきたいということです。下級的速ややかにやっていいきたい ただ、その合意がですね、あのどの段階でいつまでというのはなかなかこれはあの私たちだけで決められることではないので、いついつまでということは難しいですが、あの真剣なあの話し合いをお願いしたいと思っております。それから参議院選挙でま独自候補を立てないこともあり得るのかということを言われました。でこれはあの選挙協力の合意ができたらあの当然 われわれが立てないで相手を押す、あるいはあ相手が立てないでわれわれを押す、われわれを押してくれる、まあ、そういうことがやるのが選挙協力ですから、またいろんな形態ある、そのほかにもいろんな形態あるでしょうけど、当然そういう,う,いうことになります。私たち今、方針としてはね、あの今、すべての選挙区に立候補するということでやっております。そそれままだ合意ががないわけですすからその方針やってますが 選挙協力の合意があなったらね、それはすでに立候補を表明しているところでも調整するということになりますね。当然です。はい、あ,あ、あ、まだこれをお伝えしていません。あの中委員会で決定する前に、あの私は勝手に伝えるわけにいきませんから、これからあのお伝えしたいと思っています。 あの冒頭の「可及的速やかにする」話しかけてえ合意はまあどこかのタイミングでってことなんですけれどもおまあ可及的に速やかにってことは連休中ではなくて多分連休後ってことでよろしいんですかねそ。その,その確認とですねえ例えば合意の目指す時期としてあの臨時国会前にとかですねまあ、まあ な,な,なんらかのメドがあれば、すいませんが、重ねて。うんあの今、決めたばかりなんであの、どういうスケジュール感でお伝えするかっていうのは、なかなかあのお答えしづらいですね、ただ、できるだけ早く先方にお伝え、先方も受け取っていただくには、やっぱり今、連休に入っているでしょうから、そういう状況もあるでしょうから。 あの先方との関係もありますから、ただ先方があ受け取っていただける一番直近の段階であのお伝えをしたいと思っております。あ、もうそれはもうさっき言った通りで、あの相手のあることなんで、あのもちろん早く合意できるではありません。こうしたことないですけども、あのこれはあの えー、我が党としてもこういう形での国政選挙での選挙協力を呼びかけ党としても決断をして、えー、真剣な対応をやっていくとそれを取るように全力を挙げるとそしてそれをその前提としてあのこうした連合政権の構想を提起するということは党の歴史でも初めてのことなんでですからあのこれは。 ああ先方との関係もありいついつまでにどうなるかってことはなかなか言えません。すみません、えー、日経新聞の伊塚です。はい、あの選挙教育について確認なんですが、その合意の前提としては。 まあ、例えば民主党さんと協議するときにです、ね、その選挙後の政権の枠組みに共産党さんが閣内でまあ入るという、そこまでの合意がなければ、例えばその選挙区での協力が難しいということなんでしょうか、まずその点を確認させてください。あの閣内協力、閣外協力っていう点はね、これは今、あの我々として何か前提を置いて考えているわけじゃありません。 あのここに書いてあると以上のことはあの、なんか条件をつけるつもりないです、すなわち、あの戦争法を廃止と、そして立憲主義を取り戻す、この一点での推定合意があり、そして政権を組むというね、この合意がある場合は、あの連合政権を作ろうとで、安倍政権打倒というのはね、今、圧倒的な国民の中に広がりつつあるわけですよ。 で打倒した後じゃどうするのかと打倒した後の政権が問わわれるわけですね私はこう,いう,こうしたあの今の局面そしてこれはもう一過性のものでない戦争法廃止と立憲主義の回復というねこの一点での連合政権というのは一番ですね打倒した後,後の政権構想として現実性もあるし一番理にかなったやり方じゃないかと。 でその場合、閣外か閣内かとかねそういう条件を私たちの方から何か最初から設定するってことこじゃあ,りませんじゃあちょっと重ねてなんですけれどもそこはじゃあ閣、まあ、核内閣核内こだわらないということですけれども一応その一点において共産党さんとともに政権を担うというそこまでの合意がなければ選挙協力は難しいということでしょうか。うん、やっぱりあの私たち今度の選挙協力あのー 戦争法を廃止、立憲主義を取り戻すと、そして政権を共にしようという、そこまで腹を固めたところで選挙協力をやろうじゃないかと、なぜそう言ってるかと言いますとね、戦争法を本気になって廃止する、立憲主義を取り戻す、これ本気になってやろうとすれば、何度も言ってるように、政権を変えなきゃだめなんですよ。安倍政権のもてでできません。安倍政権を倒して それに代わる実行する政権を作らなかったらできないわけですこれが戦争崩廃しと立憲主義の回復というのはそこまで腹固めてねないとねこれ国民的大義になりませんそこまで腹固めたところで選挙力にも盛り出していこうじゃないかというのが私たちの考えなんですすみません最後1点だけなんですが先ほどあの党の歴史で初めての、えー、お考えだということですけれども これまでの共産党さんのお考えの中で、民主連合政府を樹立して、ですねまあ共産党さんの,あの単独政権の前に、幅広い考え方で一度連立政府を樹立して、その上で共産党さんの単独の政権を目指すという考えがあったと思いますけれども、その考え方と今回の,あの方針は違うんでしょうか、その点を教えてください、はいうん、これはですねあの党の公領との位置づけで言いますと、 あの党の綱領には二通りの政権が書いてあるわけですね。一つはあ私たち民主主義革命と言ってますがあ、異常な対米従属を打破し、そして異常なあ大企業、財界中心の政治を打破してで、民主主義的な変革を全面的に実行する、えー、民主主義革命の政権、これは民主連合政府と呼んでます。これも統一戦線全ての政党団体個人で 今の課題で一致する統一戦線で民主連合政府を作ろうというこれが大目標として変わりません。同時にです、ね、私たちの綱領ではそこまで条件が熟してなくても差し当たって、えー、一致できる目標の範囲での統一戦線の形成とその上に立つ統一戦線の政府ということが書いてあるんですね。でこの差し当たって一致できる 目標ででのの統一戦線という考え方は考慮の中にあるんですで今回私たちが提唱している戦争法を廃止立憲主義を取り戻すのを一点での国民連合政府というのはこう差し当たって一致できる範囲での統一戦線の政府だと。まあ、考慮上はそういういい位置づけになってまいりまりでちなみに申しますとね私たちこれまでもそういう差し当たって一致できる範囲での緊急の政権 提唱とというのは何度もやったことあるんです一番最初は実は1960年の安保闘争の時に、まあ、岸内閣が強行をやるそれに対して全野党が反対する自民党の中にもお反対派が出てくるそういう中で岸一派を除くすべての政権勢力があ共同して選挙管理内閣を作って民主的な政権をあ選,挙か選挙を行おうという選挙管理内閣の提唱を1960年にやったことなんですね。 それが最初ですが、何度もそういう差し上がって一致できる課題での政権構想というのは、提起したことはございます。直近で言いますとね、1989年にこの参議院選挙の時でありますが、当時、消費税廃止、企業献金禁止、米自由化阻止、この3点セットでの暫定政権構想というのを提起したことがあります。これ、実りませんでしたけども、当時、重要な役割を果たしました。 ただ、ね、今回の提起というのはあの選挙が差し迫った時にそれを提起するのではなくてこういう重大な歴史的な局面でまだ選挙はちょっと一定の時期ありますがこうしたあの国民連合政府を提唱してそしてあのそのこの大目標で一致するすべての勢力があの選挙協力もやろうと。 いうことを提唱するのは、今回トンルイしても初めての。ことであります。ですから、そういう点では、あの、初めて、私たちも踏み出す。新しい方針だということを言えると思います。はいえー、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 はい、あのこの文書のです、ね、2枚目の下段にその、連合政府は断定的なもので、あのその先の日本の資料については、解散・総選挙を行い、国の審判を踏まえてべきだと。うん、つまり、のワンインで、あで政権を取って、その、えー、戦争法の廃止と、それから価格決定を撤回したら、すぐにあのかの政策は、まあ、特にいじらずに、 すぐにまだ解散・総選挙、これはもう、新興協力協力行わず、それぞれ独自に解散・総選挙を活動できるすぐにということをおっしゃいましたが、あのどのぐらいの時間の暫定の,あの時間枠かっていうのは、事前になかなか言えない面があります。それから、ここに書いてありますように、この政権というのは、戦争法の廃止と立憲主義の取り戻すという仕事をやる。 これがまさにあの最大の任務なんですけども、同時にです、ね、あの安倍政権を倒して、安倍政権の暴走を止めていくということがです、ねあの、当然あの,の前提になっている政権ですからあの、ここにありますように、その他の国政上の課題についても、協力できるものは、あ一致点で政策的な協定を結ぶことになります。で一致できないものはこれ横に置くと いうのは先ほど言った通りですが一致できるものはあこう協力しててやっていくと、まあ、例えばですね労働法制の問題などはあ日本共産党と民主党あるいは社民党との間でいろんな位置点があると思うんですねそういういろんな位置できるものはあのこう実行していくことも合わせてやっていくことになりますからですからあの暫定といってもどれだけの範囲になるかこれはあの そういういろいろな政策合意がどれだけねのものになるかによって左右されますからですからすぐにあの解散総選挙ということにあのすぐということになりますとちょっとその幅はねいろんな幅があると暫定といってもただ基本的な考え方はえ何て言いますか国政の基本問題で何から何まで大体一致して例えば日米安保条約廃棄です日本共産党はこういう問題まで一致して の政権ということではありませんから、やはりあのなて言いますか。あのこれは暫定的な性,性格、まあ緊急の性格を持った政権となると。ただそうであっても、非常に日本の政治にとって、大きな意義を持つ政権になるというふうに考えております。はい、僕はいかがですか。あ、じゃあ、あ、前からか。 朝日新聞の高橋と申しますす点だけあの確認です、はい、先ほどあのこし、今回の提唱がまあ初めてですとおっしゃったのは選挙が差し迫った時ではなくてという部分に関わるのか選挙協力まで具体的に言及したことが初めてということなのかれでしょうか <laughs> あの選挙協力もですね本当にごく部分的にやったことは70年代あるんですよ、日本社会党との間で。しかしか今回のように あの政権構想を前提にしますが、政権構想で一致する政党間で、衆議院選挙、参議院選挙、選挙協力をやろうというふうに、党として踏み込んで、方針を提起し、各党に呼びかけるということやあるのは初めてだということです。はそそうううでですすねそういいうことです、はい じゃあ後ろのはい文化放送の後ろ文化放送の山本です。はい、あの一点確認させていただきたいことが一点で。 共闘して戦ううとということは、はい、例えば選挙公約も一点のみ各党共闘で掲げて他の政策は掲げないのかということそれから個人へもあの、まあ、呼びかけていくということをおっしゃいましたけれどもその個人というのはあの具体的なあの呼びかけのイメージっていうかどういうものを対象にされているのかというのをもう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 あの公約がどうなるかということはこれもいろんな協議をやった上でのことになるんですがあのこれはやっぱり一点でのこれは共通公約ということに当然なるでしょうそれであの話し合いでさらにそれが広がった場合はあのその他のことも共通公約ということが作られると思いますただ全部の国政の基本問題であの一致するわけではありませんから共通公約部分とそれぞれの政党の独自公約部分が あ,のあるるととといいうことになると思います、まあ、そういう形で,のあのではありますけれどもあのその一番の根本のところでね戦争を廃止と立憲主義の回復という点で、えー、一致すれば、えー、こう選挙で協力して、えー、自公政権を倒すという考え方です。それから個人の呼びかけの範囲ということをおっしゃいましたけどもこれはうんと広く考えております。 でまずは何よりもです、ね、あの今回の戦争法案に反対する過程でいろんな方がです、ね、個人としても反対の声を上げられているわけですね。これは圧倒的多数の憲法学者法制局長官を務められた方それから最高裁長官や判事を務められた方等々、ね、そういうあのまさに学会からも広く声が上がりました。 それからあ若者の中からも声が上がった女性からも声が上がったさまざまなあ文化人や知識人からも声が上がりましたですからこの戦争法案に対して危惧の声を上げた全ての方々に私たちはあの方針をお届けしてあの協力をお願いしたいと思っております。さらにこ、まあ、これまで声を上げてこなかったけど今回の 政府の応募ぶりを見て、もうこれは大変だとこれから声を上げる方もたくさん増えると思います。そういう方も含めてすべてお届けしたいと思っております。はい、他いかがでしょうか。はい、じゃあ毎日さん。えっとですね、あのちょっと若干抽象的なんですが、あの今回その。 なんいうかどれだけの賞賛があるというかその踏み込んだの提案について、えー、その残る野党4党1会派が応じてくれるというその見,見通しをどう,う,どう考えているのかというのとのこれを実現する上で何が課題あのけあの懸念する点はどういう点かというその二点を教えていただけますでしょうか。あの可能性はです、ね、私は私 存在してていると思っておりますそれでその根拠はですねやはりあのこれまであの先ほども冒頭申し上げましたけども、えー、5つの野党あるいはプラス1会派で、えー、繰り返し党首会談を重ねそして強引な採決に反対するそして法案の成立に反対する最後は内閣を倒していくという政治的合意が作られそして 今後も憲法の平和主義、立憲主義、民主主義を守るために協力しようという最後の昨日の党首会談ではそこまで合意してるんですね、ですから、そして一致して戦ったという、まあ、ここまでやってきた、それをあの積み重ねを踏まえるならばですね、私はあの政党間でいろいろなあ各党それぞれお考えあるでしょう、でお立場があるでしょう。 で日本共産党と立場の異なる点もあるでしょう。でしかし、そういうことを乗り越えて、えー、合意に至る可能性は私は、えー、大いにあるんではないかと私たちはまあ最大限追求したいと誠実に私たちの気持ちをお伝えし協力のために努めたいと考えております。そしてあのこのです、ね、あの最大のあの 鍵はなんと何かといえば私はあの国民の皆さんのおセロンと運動だと思っております。で私は私たちはこういう今回の方針を決定した、えー、に至るう経過というのは私たち自身が国民の皆さんの運動に一緒になって参加してその中で、えー、私たちにぶつけられた声これを受け止めました。でその声は。 何かといえば、まあ、戦争法案を潰してほしい、これは当然ですが、安倍政権を倒してほしい、これも多くの声のになっている、そしてですね野党がばらばらでなく、一つにまとまってほしい、この声もある、まあ、そういう声をですねあの私たち、真剣に受け止め、そして党としてこういう方針を打ち出すことにいたしました。ででですすからあのそういうい点では国民の方々にですね あの,の声を私たち受け止めて、えー、この方針を具体化したと考えておりますが、この方針の成否は、ですね何よりも国民的な圧倒的多数、国民多数の皆さんがです、ね、やっぱり戦争法を通っちゃったから、もうこれはもう仕方ないというんではなくて、まずこれは何としてもこんなとんでもない意見立法を廃止しようと、立憲主義を守るために廃止しようと、廃止のためにですねさらに運動が発展し、 そして廃止するためにはそれを本気になってやるためにはもう政権変えるしかないと政権作るしかないということで国民の皆さんがこの中でどれだけ世論と運動が広がるかにあの私どもが提案した、えー、方針の誠意がかかっていると思っております。ですから私たたちは政党間の話話しし合合いいいいいも大ににさせていただいてだ真剣に話話し合いを ぜひ、させていただきたいと思っておりますが、同時にです、ね、広く団体個人の皆さんに呼びかけて、えー、国民的な世論と運動でね、あのこの方針があ実行に向かう、そして実行に向かったらね、実現したらね、まさにこの方針に立って、安倍政権を倒して、新しい政治を、政権を作るというところまで,です、ね、ぜひ国民の皆さん、応援していただきたいということを心からお願いしたいと思っております。 確認なんですけれども、あの先ほど参院選の前に衆院選っていうふうに紙に書いてあったかなと思いまして、それは来年来年の参院選より前にあの衆院選に追い込みまああの衆院解散に追い込みたいっていう、はい、そういう時期的目標でしょうか。その通りです。で私たちあの今日の私たちあの私たちの呼びかけの基本的スタンスは、あ違憲立法である戦争法は直ちに 廃廃止すべきだと直ちに廃止すすべべききだだとと早ければ早いほどいいと。で、それをやろうと思ったら、当然、衆参で多数必要ですから、解散・総選挙に追い込んでいくと。で、追い込む大義は何かといえば、戦争を廃止、立憲主義を取り戻すという一点での国民連合政府を作ろうと、安倍政権を倒して、新しい政権を作ろうと、この一点を大義にして、選挙に追い込んでいきたいと。ですから、当然ですね、私たちの、 立場としてはねあの解散総選挙速やかな解散総選挙を要求するということになりますそういう立場で戦っていきたいと思いますはいよろしいでしょうか委員長最後にありますでしょうかはいそれではどうもご苦労様でしたありがとうございましたじゃあ以上で記者会見を終了しますどうもお疲れ様でした